松原美佐夫、松原美佐夫、松原美佐夫、1911年3月28日から1984年6月19日は、主に戦前期に活躍した女性流行歌歌手。戦前まではミスコロンビアという名でも活躍した。本名は、1939年の歌手、霧島登、本名、坂本英吾との結婚後に、坂本美佐夫になっている。 1911年、明治44年3月28日、北海道小樽区、現、小樽市生まれ、東京音楽学校、現、東京芸術大学卒業後、1933年、昭和8年、コロンビアのテストに合格。当時、ビクターの小林千代子が、デビュー当時に、金色仮面として売り出したところ話題を呼び、後に、ヒット歌手となったことから、 コロンビアも、松原美佐を売り出すために、ミスコロンビアと、ウフくメン歌手として、宣伝の写真にも目隠しをして、うきくさの歌で彼女をデビューさせた。1933年、人気スター、伏見信ぶこと、人気子役の高峰秀子が共演した、小畜映画、19の春の同盟の主題歌が、ポリドールからコロンビアが引き抜いてきた、江口義の作曲により、ミスコロンビアの歌で発売されると、 大ヒット。その後は、並木の雨、秋の銀座、月のキャンプ、あの日あの時などのヒットを連打し、美貌と美声を兼ね備えた流行歌手として人気を広しが、1936年、昭和11年、予定されていた、進行映画、初恋日記の主題歌、花嫁更新曲のレコーディングを控えながら、病気のため、1年間の療養を余儀なくされる。 1937年、昭和12年には、復帰を果たし、一連の猫歌ブームの流れを組む、ふんなのないわが、本人の思惑とは、相反して、カムバック後の最初のヒットとなった。同年7月、NHK の特別番組として、当時の女性歌手が総出演の音楽放送、うぐいすの共演に出演。松原美沙夫の出演中に番組を中断し、 旅行橋事件の臨時ニュースが流れたのである。デビュー当時から、ドゥローノミンなどの声楽曲は、本名の松原美サで、レコードが発売されていたが、日中戦争勃発後、彼女がレコーディングした、戦時歌謡もほとんどが、松原美サの名前で発売されていい。松原美サとして歌った、婦人愛国の歌、兵隊さんよありがとうなどがヒットする一方で、1938年、 昭和十三年、デビュー間もない霧島のと歌った、松竹映画、愛禅カツラの主題歌、旅の夜風、悲しき子守歌がミスコロンビアとしての最大のヒット曲となる。映画、愛禅カツラが爆発的な人気となり、続編、完結編が制作されると、愛禅夜曲、朝月夕月、愛禅造史、荒野の夜風と一連の主題歌が合わせて発売され、 いずれもヒットしている。映画の中では、田中絹代が歌うシーンの吹き替えを、松原美沙夫が担当したが、当時は、アフレコの技術があまり世間に知られていなかったため、田中自身が歌っていると勘違いをする観客も多かったという。愛禅カツラはこの後も、劇中で歌った、ドリゴのセレナーデが、松原美沙の名前で改めてレコードが発売され、さらには、霧島登、渡辺良らと、 愛禅物語という短編映画にも出演するほどのブームとなったのである。旅の夜風のヒットで愛禅コンビと呼ばれた霧島昇との共演が多くなり、一杯のコーヒーから愛場新軍歌愛禅屋局が続けてヒット。ステージや巡業の機会が多くなったことから、3歳年下の霧島昇との関係が親密となっていった。ところが霧島は、 当時一役人気歌手となっていたため、順調に重層で共演した高峰美恵子やコロンビアの新人歌手奥山綾子らとの関係がスキャンダルとして取り上げられると、すでに長男を見ごもっていた松原美沙は正式な結婚を霧島に迫り、1939年昭和14年暮れ作曲家山田工作夫妻の売借によって人気歌手同士の結婚が成立したのである。 1940年、昭和15年以降も、結婚後は、人気が落ちるという通説を覆し、面内千鳥、相葉花嫁などのヒットを続けるが、内務省からのカタカナ名前の芸名を禁じる指令の対象となり、ミスコロンビアとしての活動に終止符を打ち、松原美沙オとして活躍を続けた。家庭と仕事を両立させ、戦時中も大空に祈る、イサオをお胸に、 などをレコーディング。また、スクリーンにおいても、1939年の松竹、映画、純情二重奏を、はじめ、1940年には同じく、高峰美恵子が主演した、松竹映画、信子にも、音楽教師役として演じた。終戦後、生来身体が丈夫ではなかったこともあり、一説には、戦時中から流行していたヒロポンのために、 歌うことができなくなったのではないかとも言われる。1948年、昭和23年に365屋を夫、霧島昇とのレコーディングを最後に完全引退。家庭の人として霧島昇を支え、育児に専念することとなる。その後、何度もカムバックの話があったものの、歌うことに関しては一切の仕事を断り続けた。1981年、 昭和56年、霧島登の歌手生活45周年を記念して発売された、妻よに松原美沙夫としてセリフ入れて参加し、30数年ぶりのレコーディングを行った。しかし、それから3年後の1984年、昭和59年4月、霧島に69歳で先立たれてしまった。妻の美沙夫は、パパ置いて行かないで、私も連れてって、 夫の遺体にすがりつきながら泣き叫んだという。当時霧島と別の病院に入院中であった三オは、病心を押しながら、葬儀を取り行い、霧島昇るの49日の法要を終えた。それから間もなくして、妻の三オも、まるで亡き夫の後をすぐ追うかのように、同年6月19日に、胆石病でこの世を去った。73歳ボー 霧島のボと同じ東京都の長谷寺に眠る。戦後、コロンビアは女性歌手の PR としてミスコロンビアの流れを組むコロンビアローズを誕生させ、現在に至るまで三代のコロンビアローズがデビューしている。霧島、松原夫妻の忘れがたみである長男の坂本則夫と三女の大滝照子は現在も父母のヒット曲を歌い継いでいる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。